JFN 共通ジングルは全国 FM 放送協議会系列局で使われているジングルである。A ラインの回線遅延を揃えるために地方5ジングルを挿入する形をとっている。2001年4月1日から使用を開始し、それ以来20年以上にわたり流されているが、後年になってから一部の放送局では使用を取りやめている。アメリカ合衆国フロリダ州。 パームビーチにある FM 曲 WRMF で使われているジングルが元になっている。歌詞は URListening2 の後に各曲オリジナルのフレーズが入る形式となっている。出典ともに当初からオリジナルジングルを流している。2021年4月現在、JFN 加盟曲共通ジングル集ニコニコ動画、ドア語。 2021年8月29日閲覧。男性ボイスと女性ボイスの2種類があるが、通常は男性ボイスのみ使用。末期には同名番組、ヒッツオンエヌ・ザ・ラジオの中で使われていた。また、月曜、水曜は、フロム・ FM 富山がなかった。2010年4月1日から12月31日まで、一旦使用を取りやめ、 開局25周年記念のオリジナルソングを流していた。AB 男性ボイスと女性ボイスの2種類がある。FM 長野ジングル集ニコニコ動画。ドア語。2021年8月29日閲覧。男性ボイスと女性ボイスの2種類があり、交互に使用される。2010年3月までは、日、月、水、金が男性ボイス、日、日、ドア。 女性ボイスと固定だった。男性ボイスと女性ボイスの2種類があった。現在は FM 岩手の他のジングルと同じ扱いで、本来の時間以外のところで使用している。知っている、ジングル CM 集めてみた、ナンバーワン、ただし、宮崎人、鹿児島人に限る、から、ニコニコ動画。ドア語。2021年8月29日閲覧。 同年12月31日をもって、ラジオ80の愛称を廃止している。2021年現在、ネットされている JFN 系列番組は、ジャパン AFM ネットワーク制作番組のみで、JFN 共通ジングルを使用する A ライン番組のネットは行っていない。JFN 系列以外でも、毎週土曜に放送されているカウントダウンジャパンのスポンサーがローソンだった頃は、 ローソンの店内放送、ローソン CS ホットステーションでも流れていた。しかし、ステーションコールがないバージョンのものだった。東京 FM では時刻をアナウンスする枠。地方局では JFN 共通ジングルに差し替えられる。長らくジングルが使用されていない番組であったが、2010年4月より使用開始。ありがとうございます。